はい、こんにちは、116インズです。今回は英語の野球用語を紹介しようと思っておりまして、でそのうち一見すると野球とは全く関係なさそうな用語を取り上げていきたいなと思っております。で本当はですね、もっと一般的な用語を取り上げようかなと思ったりもしたんですけれども、ちょっと YouTube で調べたところ、すでにですね元プロ野球選手の方が同じ題材で動画作られていたので、さすがにちょっとテーマが被ってしまうなと思ったので、今回はですねこういった題材でやろうかなと思っております。で結構マイナーな表現とかもあったりしますので、まあ、全部わかればすごいと思いますし、正直まあ役に立つかはわからないんですけれども、まあ最後まで聞いていただけると幸いです。それでは見ていきましょう。はい、まず一つ目はゴールデンサンブレロですね。まあ、ゴールデンはわかると思いますけれども、まあ、金色という意味ですけれども、ソンブレロっていうのはメキシコの伝統的な帽子を指しておりまして、まあ、こちらの、まあ、イラストに書いてあるような帽子なんですけれども、で、この二つを組み合わせると、まあ、金色のソンブレロという意味になりそうなんですけれども、実はですね、これ野球の、まあ、スラングなんですね。これは正直意味が想像しにくい用語だと思うんですけれども、実はですね、1試合4三振のことをゴールデンソンブレロというんですね。いや、なんでそんな意味になるんだよと思いますし、実際私もこれ初めて聞いた時になんでって思ったんですけれども、これハットトリックから派生してるらしいんですね。ハットトリックっていうのはサッカーやホッケーで1試合3ゴールを決めることですけれども、まあ、そこから派生していまして、ただ3ではなく4ということで、まあ、ハットトリックの数字よりも大きいので、ハット、帽子よりも大きいものとしてソンブレロをどうも選んだらしいんですね。いや、どういう経緯だよと思っちゃうんですけども、まあ、そういうことらしいですね。でちなみに通算で最もゴールデンソンブレロを達成している選手はフィリーズで活躍したライアン・ハワードでして、通算27回が史上最多記録らしいですね。ゴールデンとついている割には随分不名誉な記録ですね。はい、続いてはアンコーチャーリーですね。ここに出ているチャーリー・カルバーソンは全く関係ないんですけれども、アンコーというのはおじさんという意味ですよね。ということはチャーリーおじさんということになると思うんですけれども、普通に考えたらただの人の名前、人の愛称にしか見えないんですけれども、これピッチャーの変化球を表しているんですね。何だと思いますか？ピッチャーの変化球といえばスライダー、フォーク、カーブなどなどですね、たくさんありますけれども、その中でぜひですねチャーリーおじさんっぽいものを選んでほしいんですけれども、これ実はカーブのことなんですね。でどうもですね語源は何なのかっていうのはわからないらしいんですけれども、ただアメリカではアンコーチャーリーっていうのは割とこう一般的なおじさんの名前としてよく挙げられますので、まあ、変化球の中でも最も一般的なカーブを指しているという説もありますし、またハーバード大学の学長だったチャールズ W. エリオという方がいるんですけれども、その方が野球の初期にですねカーブの導入をどうも反対していたらしいんですね。なのでそこからアンコーチャーリーという名前がついたのではという説もあったりするんですけれども、正確な語源っていうのはどうも分かっていないみたいですね。でちなみにロールチャールズという表現もありまして、まあ、これチャールズ教という意味なんですけれども、これは80年代から90年代にかけてメッツなどで活躍したドワイト・グッデンのカーブに対して付けられていた名前で、当時のグッデンのカーブは本当に変化が鋭くてですね、バッターにとっては恐怖のような変化球だったらしいんで、とてもですねアンコ・チャーリーみたいな可愛いような表現で収まるようなカーブではなかったんで、チームメイトたちがロール・チャーリスと呼んでいたみたいですね。はい、続いてはハッコーナーですね。これは使われている単語はそこまで難しい単語ではないですけれども、ただ直訳すると厚い角、厚い曲がり角みたいになってしまうと思うんですけれども、そうですね、サウナの角とかああいうところを指しているんでしょうかね。でこれも一見すると野球とは関係ないように見えるんですけれども、ヒントは野球のポジションですね。コーナーのポジションといえばどこでしょうか。でこれは分かった方多いかもしれませんけれども、サードのことなんですね。サードは他のポジションと比べて速い打球が飛んできやすいという特徴がありまして、当然ですね野球は右打者の方が多いので、その右打者が引っ張った時に最も速い打球を処理しなければいけないポジションとしてハッコーナーというふうに呼ぶことがあるんですけれども、確かに火の出るような打球が飛んできやすいという特徴をうまく表現しているのかなと思いますね。まあ、MLB のサードですとノーラン・アレナドですとかクリス・ブライアントですとか、そういった選手たちっていうのは本当に人並み外れた反射神経で、本当に打球速度が100何マイルにも及ぶような打球を処理しているわけですから、まあやっぱりすごいわけですよね。ちなみに私だったら一目散に逃げますね。はい、続いてはスノーコーンキャッチですね。
スナウカウンというのはかき氷を意味しておりまして、アメリカではこちらの写真にも出ているような紙のコーンにかき氷を入れて食べるんですね。なので直訳するとかき氷キャッチ、随分楽しそうなスポーツの名前になりそうですけれども、これは補給の仕方を表した表現になるんですね。で、この写真のかき氷をボールに見立てて考えてほしいんですけれども、これグラブの先で補給することをスノーコーンキャッチって言うんですね。確かにこうグラブの先からボールが少しはみ出ている様子が先ほどのかき氷と似ていますよね。で、この表現は割と頻繁に聞きますので覚えておいて損はないかなと思いますね。では先ほどのかき氷についてもう一つ食べ物関連で紹介したいなと思うのが can of corn ですね。訳すとコーン缶という意味になるんですけれども、まあ、これが野球とどう関連しているか正直想像できないですよね。で、この表現を使っている人も最近かなり少なくなったなという印象でして、少し前ですとホワイトソックスの実況を務めていたケン・ハレルソンですとか、あとはドジャースの名実況であるヴィンス・カリーが使っている印象があるんですけれども、最近の人はあまり使っていないかもしれませんね。で、これは高く上がった外野フライを意味しているんですね。語源は昔の食料雑貨商が缶を高い棚に上げていたんですけれども、それを取る際に棒を使って落として取っていたんですね。まあ、その動作がフライを取る動作に近いので、高い外野フライが can of corn と表現するようになったみたいですね。ちなみに食料雑貨商がそのようにして缶を取っていたのは19世紀のことらしいので、まあ、野球の歴史の長さを感じるような表現ですね。はい、続いては air mail ですね。まあ、これはそのまんまですね、エアメールなんですけれども、エアメールって要するに手紙だったり荷物が空を飛んで、まあ、目的地まで運ばれるわけですけれども、それをこう野球に当てはめればなんとなく想像がつくかなと思いますけれども、これはですね、頭上を越える暴投を意味しておりまして、主にですね、野手に当てはまる表現ですね。例えば外野手の選手が中継の選手にボールを投げようとしたら、遥か頭上を越える暴投になってしまうことがたまにあると思うんですけれども、もあれがまさに airmail なんですね。使い方としては he airmailed the throw みたいな感じで、まあ、使ったりすることが多いんですけれども、これ面白いのが冒頭自体はそんなに良いことではないんですけれども、それを airmail という形でちょっとおしゃれな表現にしているのがちょっと面白いですね。ぜひですね、草野球などで誰かが冒頭した際には airmail と煽ってみるのもいいかもしれませんね。そして今回紹介する最後の表現が a cup of coffee ですね。まあ、訳すと一杯のコーヒーという意味になるんですけれども、これもですね、ちょっとピンとこない気がしますね。で、私これ完全に野球用語だと思っていたんですけれども、どうもですね、アイスホッケーでも使う表現らしくて、ちょっとアイスホッケーのことは詳しくないので本当なのか教えてほしいんですけれども、野球とアイスホッケー、MLB と NHL で共通している点として、マイナーが割としっかりしているという点が挙げられるんですね。それが故に生まれてしまった表現だと思っておりまして、コーヒー一杯を飲むために皆さんどれぐらい時間がかかりますか？まあ、普通はそんなに時間がかかりませんよね。なので、cup of coffee っていうのは、本当に短い期間しか MLB に在籍することができなかったという意味になるんですね。つまり、コーヒー一杯を飲むくらいの時間しか MLB に在籍できなかったということで、a cup of coffee という表現になってるんですね。特に9月のロースター拡大で cup of coffee がよく見られますね。去年までですと25人枠が9月になると40人まで MLB 昇格できるんですけれども、ほとんどの選手はこの9月に1回昇格しただけでメジャーリーガーとしてのキャリアを終えてしまうんですね。まあ、いかにメジャーで活躍するのがほんの一握りの選手しかいないのかっていうところをうまく表現したものになると思うんですけれども、ただこのように非常に短い期間しか MLB に在籍しなかった選手でも、いくつか有名な例はありまして、まず一つ目はムーンライト・グラハム。この人は1905年にニューヨークジャイアンツでメジャー昇格を果たしたんですけれども、通算の出場試合数が1試合のみで、で、しかも守備をしただけなんですね。で、それでメジャーリーガーとしてのキャリアを終えて、その後医者になったんですけれども、この人は知っているって方も多いかもしれませんね。野球の名映画にフィールド・オブ・ドリームスという映画があるんですけれども、そこにも登場するので、まあ、知っているよという方も多いかもしれませんね。で、ここからは少し最近の例になるんですけれども、二人目がアダム・グリーンバーグ。グリーンバーグは2005年にカブスでメジャーデビューを果たすんですけれども、初打席が頭部へのデッドボールになってしまって、で、そのデッドボールの影響でその後後遺症に悩まされて、メジャーの舞台から離れてしまったんですけれども、ただそんなグリーンバーグにもう一打席を与えようと立ち上がったファンたちが、ワンアットバットという、まあ、プロジェクトを立ち上げまして、で、そのプロジェクトのおかげで2012年にマイアミマーリンズで1試合だけのメジャー復帰を果たしています。
そして3人目がマーク・キーガーですね。キーガーは2002年のアスレチックスのドラフト、いわゆるマネーボールドラフトで指名を受けた選手なんですけれども、通算でレギュラーシーズンには1試合も出場した経験がないんですけれども、プレイオフだけ出場したことがあるんですね。まあ、これは史上唯一の選手なんですけれども、これもまた有名なカップ・カーフィーの例なのかなと思いますね。ということで今回7つ紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、正直よく考えたなこれって思うような表現だったり用語っていうのは結構あったかなと思いますね。でこういった用語ですとかスラングをこう使いこなせるとちょっと自慢できるかもしれませんね。で他にもですね、今回紹介しなかったものでもたくさんありますので、まあ、ぜひですね自分で調べてみて使えそうな表現があったらぜひ使ってみてほしいなと思いますね。ということで今回の動画は以上となります。また今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。